うろこをあらかじめ取ってますけどね。2年8月21日エソを裁く、なんかヘビやな、ヘビみたいな、ヘビやん、やろうよ。なんでこんな魚さばかんといたんだ。あ、太いな。うん、結構ね。え、そうやろ、名前ぐらいな。どうしようかな、俺。なんか、エソ言うたら。ほら。ほら、これ何エソ？これ、前エソやね。前エソ？うん、たぶん。あそこは向こうの方で釣るのが違うからね。こうね。えらむ。うわ。骨が、骨やし、音がしとるな。ポリン。ポリン。まあ、そんなに臭ないわ、やっぱり、釣って。ブロックはこれで取りました。ペットボトル蓋。取りがなかったんで。釣って4時間 ?4 時間ぐらい。4時間。いきなり真ん中っぽいひんでくるんやな。あ、出てきた、なんか。ほら、お、なんか出てきた。生まれたなんか。メバルの子供か。やっぱその手の食いよるな。メバルの子やな。みんな。なんでやろな、イワシみたいな容器おるのにな。うん、オッケー、お、すごい、子がおる。子うまいわ、子。エソの子。食ったことないな。エソの子。これ、すごい、子。たっぷりやけん。ちゃったんやね。うわ、ん、すごいね。うまいわい。ジンバシが出そう。ズルリーズルリーラララ。エサがうまそう、エサの子がうまそう。で、こいつを刺身で釣るんと。いやいや、それやばいやろ。今日長ある？あ、そう、僕もまだ食ってないもんです。カツオ食ったんですね。漬けにしとったカツオ。もう漬けにしたんや。うん、うまかった。あ、漬けにしてな、漬け丼にしたんや。うまかったわ。次にもこの食ったらやばいかな。それ食ったらやばいね。変わらんわ。カツオも、しこうも。よし。身が玉もちゃんとあるね。うん、どれ苦だもん。これ、それ、あ、それ緑のやつ。うん、これを潰したら味が悪くなるので潰しません。まあ、餌やけどね、しません。全然すごく早いね。まあね、それはチンマイこれだったんですよね。グリグリグリ、やっぱこいつ食うと、まあ、丸飲みやね。1匹だけ、2匹だけ。エソという魚がね、かまぼこにしたら、かまぼことか、じゃこ天かな。高級魚。高級かまぼこの材料に使うんですよね。かまぼこにしたら高級魚なんやけど、普通に食う分にはちょっと厳しいな。うん、釣り柄みんなっぽい。釣り人のあれやろ。ゲドウや。ゲドウというかもう一番嫌われてる魚やろ。恋しようと思ったんやけどな、逃がしても死んどったわ。まあ、死にだろうな。僕の係がやっぱ完璧やった。完璧やった。今やっぱりそのガンはあれだ。刺身いけるんじゃん。いけん？いやー、これな、ほんと骨がやばいけん、こいつ。おう、うん、まあ、煮ても焼いても骨があるんやけど、まあ、刺身も骨ありで食ってみようかなと思うやけどね。食ってみたらよ、ほんま。とりあえずちょっとだけ、うん。あとは骨切りしたね。骨切りしてね。まあ、ほんとはこいつ、骨切りしてもあんまり細部にならないんだけどな。ハマとかと違ってな、骨が、あれね、太いんや。うん、で骨入れしても口に当たるという。ちょっと待って、さてとどうしようかね。お前さばけるみたいな。うん、ね、確かに似とるな、うん、ちょっと長いけんね。ドライ、確かに。今度はボラを捌くやつ。ボラを捌く？まあいいから、いろんなあれを
コレクション作っていったら。おトムビエラはスパークがちょっとあれだよ、楽しみだったよ。もうそんな気力なかったわ。あの時は目指せ100万再生やったの。シーラーを砂漠もやってみたいな。ほう、ちょっとやりたいね、あれはね、シーラーはね。釣れたらいいけどね。これか。みんなそんなに気が汚いことないけどね。うろこだらけやん。うん、鱗ほんとな、とってもあるけんね、こういう魚は。まあ骨がすごいよ、この魚は。ほんとに骨がなかったら美味しい魚だと思うよ、この魚は。うん、まあな、すり身にするぐらいやけどな。ペロン。ためにきましゅよ。ためにきましゅよ。さばきやな、今日は。ちょっと。ものによるけん。ちょっとあれやな。もうな、身に触った瞬間にもう骨がもうたっぷりついてるってか分かるけんな。ちょっと残念だね、やっぱりこの魚は。海もちょっとカステオトイ戻してきようかな。きっと骨残って、海が残ってる。ん？活性を取り戻す資料かもしれない。確かにほうかもしれない。まあゲドウはゲドウだけど、この魚が釣れるってことは海にまだ死んでないっていう証拠ではある。証拠や。うん、ちょっとミスったか、入れるとこか。まあいいか、どうせどうせそうじゃけ。予想砂漠をちょっとコレクションで入れると思わなかった。ちょっとこれを持って帰ったんかとかが。もうこんだけ大きかったら持って帰ってもいいかなとは思うけど。あとあるな、みんなにエソゴールで赤エソぞ。赤エソ、大きいエソ、大きいエソか。うん、前エソか。コンプリートできんやそれ。前エソと赤エソコンプリートじゃないからね、それ。勘弁してくれ。コンプじゃないからね。誰がさばくの。コンプ、まあ、手っ取り前やろ、これやな。お前な、コンプエソ、うん、エソコンプじゃないかな、3つ揃えて。スズキはあと2つやな。うん、あと星と、星とヒラと星、うん、星スズキ、大陸スズキですよね。ああ、あれもでも結構珍しいらしい。いや、星スズキって言うよ。うん、去年も釣ったね。釣っとったね。あれ珍しいらしいよ、結構。今まで2回釣ったことある。結構レアらしいよ。ゴミ、身もゴミじゃないで。さて、どうしようかな、そろそろから。アナゴを捌くやな。あ、アナゴもあるな。アナゴ、アナゴが。アナゴはね、面白そうね。この動画見たらいつ何が出るか分かるやんな、そんな。そうね。うん、さて。どうしよう、これどうしよう。どこの骨は、もうな、もうこれ、これ、この骨が余計な骨。あー、いらん骨やな、これ、うん、これがいらん、これ全部ついてるよ、ペーっと。そたいいな。この骨は普通の骨ね、これは悪いの、どの魚にも、うん、これが、この骨がいかん骨ね、うん、で、ここきっちりここにも腹骨もあるわ。ダメよ、この腹骨も。これも一気に抜けちゃったな。ミキサー買うか。うん、ミキサーあったらね、ほんとない。じゃこせんにしたらほんとうまいけん、この魚。うん、そんな、これがエソっていうぐらいうまい。釣り鉢で釣ってもいいんでしょ。釣り鉢釣ってもいいよ、一応。釣り鉢釣ってもね。誰が釣る。問題は誰が釣るかっていうかな。なんぼぐらいの時期だ。こんな感じやわ。さあ、よいしょ。しょ、うん、それはガヒヨン。うん、いや、刺身にするって言ってね。あとな、エソはな、水っぽいよ、身が。ああ、
チーと。だけど刺身には本当向いてない。向いてないよ。うん。焼きもんやな本当に。やったらうまいっていうね。うん。特別出演今。秀一とは。グーグって出てこんで、グーって。秀一は、ちょっと。難しいな。ウィキペディアに投稿しよう。秀一。できたよ。問題は。だって、ちょっと刺身になるまでちょっとどうか、今日は。ダメよ、これ。ちょっと待って。塩を。どうしようかね。まあ、ファクトリーしてもいいけど、ファクトリーしたら食うとこないしな。ファクトリーとはかといって、ファクトリーしたら。なあ、ファクトリーって。ファクトリー、ね、ファクトリーって言うのを言ったら、真ん中で切るやろ。言うたら、普通にまあ、これがタイとかになるとしたら、うん、この真ん中で言ったら、分けて、この真ん中に中骨があるよ、これね。うん、ああ、真ん中で分けて。そうそう、これを分けて、そこ半分にしていくと。そう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 。それはファクトリーっていうな、うん。この辺ぐらいだったらいけるか。この辺ぐらいじゃ刺身に。この辺だったら骨がないよ。かけらげ、ホールとくの違う、三色。エソのお刺身。ここやった骨だよ。なかなか食うことないエソの刺身。はい。完成エソの刺身。くっついてるちょっと。ちょっとエソの刺身。そこは多分骨ないよ。醤油醤油醤油ない醤油醤油。もうこれ骨ある覚悟で刺身にしようか全部。かまへん。エソの刺身を食らう。骨切りしてみちゃうか。じゃあ骨切りして刺身にしてみちゃうか。うん、骨切りしてみちゃうか。普通にしてよ、うん、骨切りしようか。このままじゃ無理やわ。残念な。うん。うん。あるかな。意外や意外、うまい。これ、あれ。うまい。ほんと骨切りは皮つけてもらうするね。まあ汚い家やな。ふっふっふっふしないといけないよ。こなぎり。するのは楽しいよ。それはするのは楽しいわ。砂漠の面で楽しいんだよ。最高と。この上ないね。完成。その刺身。骨を喉に詰まらせちゃダメだよ。うん。多少は普通に食うよりかは多分気にならんと思うけど、まあ、まあ、気休め程度やな、うん、多分無理やと思うよ。どんどんやってもこの皿許可取らないかな。やっぱそれやばい。それ乗せたらいかんよ。まずいな。それ消されるよ。それこの皿使ったらまずいな。もう見えないときゃいけないやろ。スポンサーついてくれるかもしれない。いやないな、それは。 C の方かわいい。逆らってたはりで、ね、シー、ネズミランド。あ、怖いもんね。これ、怖いもん。それも。あ、ほんとよ。知らん。一瞬だけ映ってしまった。はい。はい。はい。で、そのお刺身、完成。お疲れです。今からいただきまーす。まあ